田代薫は、日本の政治家、労働運動家、民進党所属の全参議院議員、JR 総連と JR 東ローソの組織内候補、栃木県宇都宮市生まれ。現在は、東京都在住。国立小山工業高等専門学校3年次終了後、上京し、東映演技研修所に入所。1979年入所したまま、 国鉄職員として採用。以後33歳で俳優を断念し、鉄道運転士に専念。山手線運転士だった。1983年、研修所を卒業。組合活動に加入し、国鉄民営化後は JR 東楼署に参加。池袋支部長、委員長秘書等を歴任。2001年より、JR 総連特別執行委員として、 パキスタン入りし、アフガニスタン難民支援調査開始。以後、海外協力部長、政策調査部次長等を歴任。アフガニスタン復興支援にも携わる。2009年、それまで、国政選挙に組織内候補を擁立していなかった、JR 総連の組織内候補に選出。民主党からの出馬を目指し、同郷であった、山岡賢治の後押しもあり、 公認を獲得した。公演会の会長には前、JR 総連執行委員長の小田裕二が就任した。2010年7月11日に行われた第22回参議院議員通常選挙に民主党公認で比例区から出馬し、14位の11万3468票で初当選。なお、JR 総連は、 2013年の第23回参議院議員通常選挙では山岡への見返りに生活の党に移籍した山岡を推薦した。しかし山岡は生活1位の56,372票を得たが生活は1議席も取れずに落選。2010年9月29日中国建国記念レセプションに出席した。2016年3月27日 民主党と維新の党が合流して結成された民進党に参加した。同年7月10日の第24回参議院議員、通常選挙で落選。2018年の JR 総連第34回定期大会にて執行副委員長に選出。ありがとうございます。